はい、皆様どうも、マフロです。はい、6周年ですね、おめでとうございます。実はですね、ちょっとね、やる気の方をなくしてたんですよね。もうちょっとついていけない感じと、リアルがね、忙しすぎて、睡眠時間もかなり短くてね。で、とどめを刺したのがこのバグ。詳細を調べようと思ったら真っ暗で何も見えないみたいな。おお、これで一気にね。なのでちょっとすいません、間空いちゃいましたけども、コメントいただきましたので、ちょっとやる気が復活しました。それではとりあえず今日は軽めにバースデープレゼントからやってみましょうかね。まあね、このバグ結構続いてるんですよね。だから詳細何もわからない、6周年。どうしたらいいの？まずまあこれはプレゼントだけのステージだな。この猫缶確かあれですよ、メタル属性ですよ。あ、倒した。あら、まだあるの。消えちゃったってことで、あ、何も分かんないんだった。これも分かんないんだよな。もうステージが何かも分かんないよ。とりあえず働き方レボリューション、ここね1ステージだけやってみたんですけども、ちょっと統率力が消費大きいので、やれるとこまでやってみましょう。あれ、あ、出せない。今一瞬固まったかし、なんかユニットが出せなかった。これ俺の端末だけですかね。なんかやたらバグ多いような気がする。前は音が出ないバグがずっと続いてましたよね。ニャンコに呪われてるから。なんかすごいの出てきた。赤ばっかりかな。反抗されてるから時間止まってんの。あー、あのイノシシがいたらちょっと赤止めるやついないとやばいかな。まあここのステージは大丈夫かもしれんけど、今後ねこのステージが何個も続くか。ハイパーコアタイム、統率力大きすぎるて、消費。一回死んでもうたらこれやばいな。なんだ黒か、全て赤ってわけじゃない。あ、でも赤いのもいい。
좀비 뭐 이런 거. ですね。はい、次回やりましょう。そしてこの真っ黒の詳細っていうか、自分もだっていう方いたらコメントいただけたらありがたいです。はい、まあログインはしてたんでね、レアガチャの枚数溜まってるし、ネコルがあんまり持ってないからこの際いっちゃいましょうか。12枚。さあ来い。そうだ、その間になんかいろいろなんか本能やら何やらとか出てた。その辺どうなんでしょう。
なんか当たってる。持ってるか。あ、ニューだ。ラッキー。ノーマルで出ると嬉しいですね。変えて言われて全部だ。来ないあと3。配定来ないかな。配定、さあ配定行ってみましょう。ハサみたいな。これはどうなんでしょう。真っ暗でわかんねえよなんだよこれ。ん、 NP ってなん、 NP にした方がいいのかな。じゃあ全て使おう。使えるものは使おう。はい、ってことで、またちょっとね、少しずつでもやっていこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。では、さようなら。